かしてこれが恋なのか。
めてのオーディエンスですが、まあ、いきなり音源でびっくりしたと思うんですけど、弾き語りこちらのかと思ったら音源をしろかなってびっくりかもしれませんが、続いての2曲目なんですけど、1曲目はあの片思いだったり夏祭りのイメージしていただいたと思うんですけど、2曲目は別れの別れを惜しむような曲です。なので1曲目聴いていただいた後に2曲目のようには皆さんにはなってほしくないなと思うんですけど、これ自分の経験の歌なんですけど、誰もが永遠を望んだりする中で、永遠というものはないんだということを、知った曲です。ならずのフォーエバーという曲なんですけど、ちょっと悲しい歌なんですけど、きっと皆さんも経験したりすると思います、しっとりと聴いてもらいたいと思います。ならずのフォーエバー。Thank you.
シンガーソングライター翔太でした。今日は聴いてくれてありがとう。